途中代打だな。だからバットも増えないっすもん。いやもうね、全然ダメみたいだよ。ザコスイングスはやしたバットも増えないっすか。本当に冗談じゃなくてやめといた方がいい。やめた方がいい、ザコスイングスはやめた。あ、宮城くん。あれ、宇佐美さんの次誰だ。これ後で飲んでね。はい、飲んでね。8番、繰り上げる、繰り上げればいい。宇佐美さん、8番、月野くんだっけ。8番、月野くん。7番ね、繰り上げ。今日これ来てます。はい、ポケットです。これ来てます。え、ザキさん思うんじゃないの。ボケスか。ボケス。これ着てよ。ボケスなんだ。で、ライヒ君とライヒ君の友達ライトで交互に。スッキーが最強の秘密です。で、宇佐美さんがアウトになっちゃったから。伊藤さんの次ツッキーね。うん、で、カジマさんね、カジマさんちょっと間に合うかもしれないで。カジマさんが間に合えば、伊藤さんね、ひょっとしたらもう5番入っちゃって。わかりました。うん。どうすか、この T シャツ着て先発って面白くないですか。投げる、投げる、投げる。今日最後投げてもらう。めっちゃ面白いですよ。だから僕この T シャツ着て最後抑えしました。そうそう、お前ストッパーだから絶対面白いですよ。これ俺1回抑えたからね。あ、本当に抑えたんですよ。お、すごい。完璧に1回抑えた。見ました。完璧だった。あれは完璧だった。完璧ですね。クロビは埼玉チームやってるの。やるか。お願いします。大体いけるよね。そうだよね。今日は大丈夫。たまたま、いや、今日来れるっつうからさ。あ、そうなんだ。いや、よく出させてもらえたなと思って。うちも子供できたらもう出れねえよ。あれ、趣味だけど見覚えのある、ね、なんか見覚えのある女の子になったの。あれ、姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん、じゃあ、10分よ。頑張って。あ、そう、おばあさん来てないね。うん、あ、おばあさんの時じゃ、加賀くんも一緒に来るんじゃない。だから、そっか、茶帯、眼球だった。眼球か。まあ、まあ、表なんで、うん、もうちょっと待てるけどね。でも、4巻取るからな。打順だけちょっと繰り上げあるから。もう10分だぜ。うん。じゃあ、ベンチ前だね。クロー君シュート投げてるな。シュート投げなかったっけ。投げてる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 。横から投げるんだよね。遠藤か、体といい。ああ。顔といい。ひろまさん、ひろまさん、遠藤。つけるとすごい。ちょっと止められるよ。めっちゃ伸びた。めっちゃパチンと。ちょっと投げたらいいやんか。全然 OK。 大丈夫か。見るんだよ。ピッチャー。それでは、でも、はい、もう。うちいねえからさ。マジだ。どこ守るんだよ。あ、千葉ちゃん、ファースト。ちょっと、ニューライトだね。で、おばあさんまだ来てねえから、おばあさん来るから、ライト君ちょっとサーブ守ってもらうかもしんねえ。はい、裏まで庭だ。やったことある。どうも。ちょっと、監督、すいません。あ、すいません、よろしくお願いします。ちょっと、まだまだしちゃってるんですけど、一応、ルーズ、そうなんだね、急に。うん、思うよ。うちもギリギリに言いますね。すいません。楽しく。順位。いや、ごめんなさい、もうダメですから。ポケットです。じゃあ、もうやりますから。もう10分でやりましょう。綺麗ですね。せっかくなんで。はい。よろしくお願いします。お願いします。あれ、じゃあ先行だ。先行だよ。あ、でも、あ、回ってこないと思う。14番だから。あ、13番だよ。あ、13番。もう、怪我しないようにさ。10人しかいないけど。じゃあそろそろ始めます。あ、じゃあそろそろ始めますよ。来ましたね、安らぐね。そうだね。うちユニフォーム持ってきたけど、あえてこれで着替えた方がいいよ。着替えようよ。持ってる人は着替えようよ。それ投げると、あ、でも着替えた方がいいな。これ宮城君、これ宮城君。そうそうそう、投げてユニフォーム着てって。なんでそんな汗だくの。いや、もう暑いっすよ、テーブなんで。じゃあ今日すごい人数。そうそうそう、で、宇佐美さんがちょっとアウトになっちゃったから、なんかいつもと変わらないね。たるんでるな。これの上で。急いで。ちょっと待って。あれ、やべ。
あ、先行っすよね。こっち先行先行。先行っすよね。大丈夫だよ。大君まだ、その回ってこねえから。そうっすね。10番とかですよね、打順。打順10番。打順10番ですよ。下手すると3回、4回ぐらい並んで回ってこないから。そうですね。あ、そこ振っちゃうだと。3者振っちゃう。どうしますよ、みんな誰も打てないかと。誰も打てない。誰も打てない。前1回あったじゃないですか。勝ったね。勝ったじゃないですか。もう二度とお前のところでやんねえぐらい。はい、OK です。はい、じゃあ注文お願いします。フランス代表怪我してんの？怪我？あんまりサイズ的にはあんまり変わんないかな。なんでフランスなの？一回り絞った？あ、やべえ、俺帽子忘れてきたんだよ。本当？ユニフォームがなくてさ、もうしょうがないから違うのに来た。ユニフォームがないどこ行っちゃった？どこ行っちゃった？久々だから分からなくちゃった。もう帽子置いてきちゃった。でも、フォームだから。いや、これバンダナみたいにしてる。2回から2回から来たんだよ。師匠みたい。ネットレックス。ネットレックス。あ、似てるじゃん。ネットレックス。ネットレックス。アウェイ。アウェイこれ。似てるじゃん。似てる。ネットレックスっていうの。遠目から見たら分かんない。分かんねえよこれ。遠目から見たら分かんない。足が音の違うところに。やべえ。誰かティッシュ持ってる人いる？あるよ。あ、さっき。メガネが回せて。いいじゃん。使えりゃいいんだよ。ランナー出ようね。あれ3番3番小原さんだっけ？三番小原さん。あのこっちの方が体強そうなんですけど。もう繰り上げるしかないよ。そうだね。伊藤さん3番だね。伊藤さん3番だ。あ、そうしました。学校の同級生。あれと僕は兄弟。あの今日ね、あの大輝くんの友達の、宮城君とあと工藤くんどこだ？あっちだ。あ、本当。違うよ。こっちじゃない。知り合いじゃん。あれ、あれ。久しぶりツッキー。はい。開いたよ。開いたじゃん。うちも開いただろ。実は僕も実は僕も久しぶり。行った時だよ。いいすいません。何やってたんだよ。ええー、わ。空手が空手がきつい。奥さんセックスしてるか？奥さんとはもうバリバリ。あ、大丈夫大丈夫。あの今来た工藤くん前ほら。1日20分セックスしてる。工藤くんさ、はい、大丈夫大丈夫。工藤くん、前ダメージ。あ、今やってんの？ダメージいるの？いけねえよな。走れ。走って。やるよ。大丈夫、4番で一応ね、先発工藤くんにもお願いしたってっから一応、行ってもらうとき言うからさ何レッドレックスなんだそれ俺が一人としてこれで今日初対戦の違う。違う、前やってんだよ。え、そうだっけ？前、去年やってる。もう琴さん大きくなったね。全然覚えてないな。琴さん何級だった？7級だ。ヒントだな。ジャンプやってください。琴さん、琴さん。琴さんは今、1番だったね。セカンドゴロ。セカンドゴロだよ。ぜっちゃん。なんか見たら左のセカンド。元気。セカンド。ねえ。琴さん。さあ、出てこうぜ。これ。あ、うちが勝ったのか。
なんかボコって。レイ、なんでそんな汗かいてんの？汗かきすぎでしょ。大将、次だよ。今、何でした？今ファーストゴロ。汗かきすぎでしょ。あそこにタオルある？クロちゃん、今何歳だった？あ、そう。あと、そこに洗面所あるよ。先生、クロちゃんと初めて会ったの何歳だったかな？クロちゃん、ブサイクした。いや、もっと前かな、違うか。大きくなりましたね、やっぱり。ちょっとだけ。空手うまくなったかな。いやいや、全然。次の大会、賞状また取れるかな。出た。あ、出た。楽しみだな、また見るの。あれ。よし。よっしゃー。オッケー。悩んだ、来ちゃう。走ったから、ちゃんと走ってる。伊藤さんが、だから6番の人誰？6番。知らん。師匠、6番誰？6番なんかほら、もう自分で言ってるよ。なんかさ、ウグイス入れるって話じゃなかった？まあ、来てないんだ。シャレになんねえな。ウグイス嬢がいないなんて。ウグイス嬢ですか。じゃあ私の出番。はい、ないな。6番伊藤さん。あ、ウグイス嬢だって。6番伊藤さんだよ。大ヒット次打っちゃえよ。はい、マジで。学校の校歌歌ってこい。あ、違う。ごめん。月の日くん。月の日くん5番入っちゃって。ごめん。悪いね、バタバタしちゃってね。田島さんも遅れちゃってさ。田島いないな。田島くんも。大輝くん。おい。回れ。あれはエラーか。あれ。いけ。あの黒いの何？あ、おい、危ねえな。あの黒いの何？えい、ナイバッチ、でもエラーだって話だぜ。何？一層だ。何体3体？一層ね。一層だ。一層だ。お父さん、黒いの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 暑いんでしょ。汗だくだよ、みんな。もう調子に乗っても騒いでるから。ずっと子供に暑いから一つ。止まらないんだ。で、大輝くんの次に宮崎か宮城くん入ってもらって。なくなったらお金ちょうだい。それ飲んでいいか、それ。さっきからガンガン飲んでる。うるせえな、師匠。ナイセン。これから素振りするとき気をつけてね、みんな。よし、バットをかけます。こんなことやってると余計汗かくだろ。あ、大輝切るぞ。冗談上げ。あれ。よし。調子どけただよ。いや、出ない。どんどん回して、出ない。あ、今年端からですよ。今さんね、鋭すぎて。キクちゃんか。今年だっけ。キクちゃん打ってんのか、ホームラン。走れ。何やってんだよ。
ボテボテじゃん。あ、アウトアウトアウト。2点2点。はい、行きましょう。